リハ中の無防備なショットを公開。歌手の浜崎あゆみさんが8日、自身のインスタグラムを更新しました。リハーサル中の気を抜いた貴重なショットを複数枚アップしています。投稿では、スマホを見ながら口をすぼめるキュートな表情や、完全に気を抜いて半眼になっている表情、あくびをしている姿などをアップし、リハ中の梅干しとか半目とかあくびとかふてくされを送りつけてくださるマネージャー様、と綴っています。浜崎さんはこれまでも SNS で、ライブのリハーサルに取り組む真剣な姿や、スタジオを走り回る可愛い動画などを投稿しています。今回は完全にリラックスした無防備な様子を公開し、話題になっています。7月8日の千葉公演からスタートし、2024年の春まで47都道府県を巡る25周年を記念したアニバーサリーツアーを開催中の浜崎さん。今後もリハーサルの様子やツアーでの様子など、ファンは必見の魅力的な内容を発信してくれそうですね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。